やりたいのはお姫様ってずっと言ってるじゃないですか。ブライダルのモデルの仕事っていうからウェディングドレスとか期待したんですよ。それなのに それは分かってますけど、でもプロデューサーの言い方も悪いんですよね。ブライダルの仕事だぞって期待させるような言い方しましたよね。まあ僕もふわふわって舞い上がっちゃってちゃんと聞いてなかったかもですけど、はい、今行きます。準備できたみたいなんで行ってきますね。わかりました。可愛い花嫁さんをしっかりエスコートしてきます。プロデューサー、王子様みたいってまた言われちゃいました。褒めてもらえるのは嬉しいですけど、あのキラキラの白いドレス僕も着てみたかったな。ドレスとかブーケとか見られたのは良かったですけど、それにしても式場って女の子の夢がギューッと詰まってるって感じがしますよね。お花がいっぱいでキラキラで、あのアーチも可愛いな。あれプロデューサー、あれ見てください。フリフリの衣装も着てていいな。ひひ、プロデューサーは僕の好きなもの分かってくれてるんですね。はい、ウェルカムボードと一緒に飾ったり新郎新婦の席に飾ったりするんです。
ですか？椅子じゃなくて、その上に可愛いぬいぐるみがあるじゃないですか。